皆さんこんにちは、岡田克也です。今日は牛丸菌制度、聞かれた方も多いと思いますが、正式には肉用牛肥育経営安定交付金、牛肉の肥育農家にとっては非常に重要な制度です。どういう仕組みか簡単に説明いたしますと、標準的生産費、そして標準的販売価格、この差がある、つまり赤字ですね、その差額があるときに、その9割までを交付金として交付する、農家にとっては非常に重要な、支援するための制度です。で、最近ですね、ところが、5月支払い分からこの標準的販売価格についてはブロック単位で計算することになったと。三重県の場合ですと東海ブロック、愛知県、岐阜県と、3県で計算するということです。この生産費は県ごとにと。で、これ公平化を図るためにということでこういう仕組みにしたわけですが、実は三重県から見ると大変不公平なことになっているということです。東海ブロックでは生産費が大体どこも120万ぐらい、そして、この販売価格は107万と、差は13万なんです。しかし三重県の場合には85万でしか価格がない、そうすると35万の赤字が出ていると。13万をベースにして9割もらったとしても35万はとても埋まらないということになっています。これはやはり不公平感がより増してしまった、過約だったと言われても仕方がない、制度の変更をもう一度考えなきゃいけない。同時に三重県としても今非常に厳しい状況になる生産農家を救うために県独自の仕組みもしっかり考えるべきだというふうに考えています。